マスターキーを奪ったオシスは自らが穏美隊火炎であり帝の遺産を継ぐ真の後継者であると主張。その証明として聖廟地下に隔離されていたたたり殲滅を図る。しかし称号システムによりオシスは自分が帝のクローンでしかないと知る。真実の前に絶望し打ちひしがれるオシス。結界を解かれたケージから大量のたたりがあふれ帝都を埋め尽くす。たたりを殲滅するため帝は衛星アマテラスからの霊気振動波照射を決行。帝都中枢に残り自ら引き金を引くことで大和滅亡を阻止した。帝に今生の別れを告げ緊急用のゲートで脱出した一行は不十里近郊の遺跡へと転送された。そこはかつて白が目覚めた場所だった。ヤクトワルトさん、見張りを変わりますよ。おっと、もうそんな時間かい？ヤクトワルトさん、さっきはああ言いましたけど、その…もじもじするなんて男らしくないね。言いたいことがあるなら、さっさと言うじゃない。はい。交代する前に川屋に行きたいのですが。ああ、キウルもかい。やっぱり冬になるとか聞くと自然と近くなるのかね。もということは私の他にも？ああ、旦那も川屋に用があるとかでさっき出て行ったじゃない。それにしてはやけに遅いのが気になるけどね。兄上だから大丈夫だとは思いますが、獣に襲われたのでしょうか？もしそうなら大騒ぎになっててもおかしくないじゃない。ま、川屋ついでに散歩でもしてるんだろう。そんなことよりお前さんは川屋に行かなくていいのかい？そうですね。それじゃあすぐ行って戻ってきます。キウルのやつすぐ戻ってくるって言った割には遅いじゃない。やれやれ、迷子にでもなったのかね。仕方ない、探しに。この声は。とにかく急ぐじゃない。こっちに来ないでください。キール、ヤクトワルトさん、一体何の騒ぎ？ってこりゃ、襲ってくるようなもんの気配はないと思ったが、まさかこんなにいるとはね。冷静になっているところ申し訳ないのですが、助けてください。助けてやりたいのは山々だが、こう数が多いとそっちに行くのも一苦労じゃない。すみません。さてと、ちょっとの間こっちに集中してもらおうかね。
お待たせしました。ようやくかい、トゥ。おいおい、いつもならこれだけ痛めつければ退散するってのに、どころか異様に殺気立ってるじゃない。もしかしたら先の騒動が何か関係してるのかもしれません。この獣たちがもし天幕を見つけたら、寝ている人が大勢いますし、すぐには対処できないと思います。となるとここはあえてこいつらを引きつけて、天幕とは逆方向、雪山に向かうのが正解ってことになるかね。そうですね。幸い獣たちの注意は私たちにしか向いていません。私たちが移動すればおのずとついてくるかと。じゃあ一斉に雪山までかけていくじゃない。はぐれたら獣たちの餌食だ。絶対にお互いを見失わないようにしないとな。はい。よし、ここまでおびき寄せれば。ええ、上出来じゃない。さてと、あちらさんが待ちきれないようだし、心で片付けちまうか。おびき寄せれば。ねえ、上出来じゃない。あちらさんが待ちきれないようだし、心で片付けちまう。乱れ。
獣たちを鎮静化できましたね。これなら安心して天幕に。ただこいつらのはそういうことか。だけじゃ満足できないみたいだ。来るぜ。任せるじゃない。行くぞ。道が開けた。今なんだ。俺が
マスターキーを奪ったオシスは自ら。ないようだし、心で片付けちまって行くぞ。
い払いましたね。ああ、切っても切っても再生するから手こずったじゃない。はい、でもまさかこんなところにたたりがいるとは思いませんでしたよ。たたりってのは普通司会席とかにいるもんだ。帝都から溢れ出たたたりがこんなところまで来てるとは思えないが、何かしら影響があるのは確かかもしれないね。あれから帝都はどうなったんでしょうか。さてね。だがま、何事もなくってわけにはいかないさ。そうですよね。キュル、そろそろ天幕に戻るじゃない。この辺りの殺気が消えたとはいえ、また何かが起こるかもしれないしね。ハリバンがいないのは心配じゃない。はい、長いこと離れてましたもんね。急いで戻りましょう。ヤクトワルトさん、やっぱり旦那じゃない。ヤクトワルト、それにキュールも一緒か。兄上、そういえば兄上は川屋に行くと言って出て行ったそうですが、今までどちらに。ああ、少し散歩をな。あれ、クオンさんも一緒だったんですね。でも、なんで兄上から少し離れたところにいるんですか。そんなことないかな。いつもこれくらいの距離だったし。ねえ、オシトル。もしかしてお二人は喧嘩でもされたのですか。喧嘩なんてしてないかな。ああ、それがしたちは喧嘩などしていない。その証拠に。クオン殿、申し訳ない。うん、私の方こそ。ほう、これはもしかするとってことかい。え、ヤクトワルトさんはお二人の喧嘩の原因がわかるのですか。いや、というかそもそも旦那と姉子は喧嘩してないじゃない。ですが様子がおかしいですよ。もしや兄上たちも凶暴化した獣たちに襲われたのですか。それで辺りを警戒して。凶暴化した獣。ヒュ、その話詳しく聞かせてもらえるか。構いませんが、兄上たちも。詳しく聞かせてもらえるかな。はい。若いね。
クジュウリにて発見された遺跡により、オシトルはアマテラスの再起動に成功した。しかしそこに突如としてヤタナワラベたちが現れる。自らを犠牲にしながらマスターキーを奪ったヤタナワラベは、浄化の光を免れていた主オシスのもとへ向かった。ヤタナワラベの献身的な愛により、帝とホノカの思いを知ったオシスは、大光から回収した始まりのアクルカの力を解放する。荷物は積み終わりましたか？ああ、問題ない、バッチリだ。またクジュウリのお酒飲めるなんて楽しみやい。それは晩酌用じゃないのです。勝手に飲んじゃダメなのです。わかってるい。まだ気にしているの？クオン、やはりまだ意識してしまうな。いや、今はそんな場合ではない。すまぬ、任せきりだったな。大丈夫、マスターキーは壊れてる。それに性病はもう、たとえ鍵があってもあの人にできることはない。そうじゃないの？そうだな、クオンの言う通りだ。しかしどうしてこんなにも不安な気持ちになるんだろうか。大砲を自力で作った雷光のように、オシスの知識は確かに脅威になりうる。だがその英知の数々も兄貴と共に無に帰した。この不安はそんなところから来てるんじゃない。もっと本能的な何か見落としてやしないか。正常、準備が整いました。そうか、では出発じゃ。我が腹からよ。兄上、どうかなさったのですか？この感じは何でしょうか。空気がピリピリしている感じです。なんか背中がゾワゾワする。ココポ、どうかしたの？なんだか嫌な予感がする。鳥が騒ぐのは矜持の前兆というからな。一体何が起こっているのでしょうか。キュールには聞こえなかったのか、あの声が。あの声、キュールには、いや他のみんなには聞こえていない。姉様、グーちゃん、大丈夫か、クオン。うん、大丈夫かな。ありがとう。そんなことより早くテートに向かわないと。しかしクオン、それがしの目から見ても。なんでもない。姉様！容体は？
あまり芳しくはないのです。悪性の風邪に症状は似ているようですが、薬師様はもっと違う病気の恐れもあると。場合によっては命に関わることも。つまりよくわからぬということか。はい、なのです。今はできるだけのことをして少し落ち着いています。クオンにも無理をさせすぎたか。いや、先ほどの様子、それだけではないな。一体何が起こってる。フミリル殿、クオンは何か重い持病でもあるのではないか。それはクーちゃんの本当のお母様は重い病を患っていて、クーちゃんも小さい頃は少しですが、最近はその病の気配も薄れて、このようなことは。そうか。ともかく皆にクオンのことと今後の予定を話さねばな。お前たちも無理はするな。適当なところで他の者と交代してくれ。ですが。心配はいらぬ。それがしが朝までクオンのそばについている。二人は少し休んだ方がいい。はいです。わかりました。では少しだけ休ませていただきます。それでは兄様、姉様のことを。オシトル様もあまり無理はしないでください。うん。なんだ。頭が。この割れるような痛みは何だ。クオンの病と関係があるのか。いや、違う、そうじゃない。もっと根源的な、例えるなら魂の奥底から呼び起こされているような。何かが来る、何かが呼んでいる。しかし一体何が来るというのだ。姉様は。容体は落ち着いている。だがまだ目を覚まさぬ。そうですか。クオンさん。だがあの様子なら大事には至らぬだろう。あの、私も残ります。クーちゃんのお世話は私の役目ですし。そうしてくれると助かる。クオンのことはフミリル殿に任せよう。くれぐれも無理はさせぬよう頼む。だが大事ないならお伝えいただきたい。帝都で待っている。トマ。わかりました。旦那、本当にいいのかい。心配せずとも、クオンなら必ず来る。それがしはそう信じている。そうだとも。クオンのことだ、すぐにでも追いつくだろう。今は我らがなさねばならぬことをするだけだ。先に行ったシス殿たちも待ちわびていよう。どうした。誰かこっちにかけてくる。早馬でしょうか。あれはお姉様の隊のものです。なんだと。どうしてここへ。オシトル様、ご無礼をお許しください。構わぬ、申せ。はい。
生徒近郊の難民救済に向かっていた我ら九十里隊は正体不明の者たちと交戦中。その者たちを抑えれば周辺にも被害が及ぶとのことで、シス様、ヤシマ様はあえてとどまり陣頭で指揮を取っておられます。正体不明？まさかウォシスの残党か？お姉様とお兄様はご無事なんですか？陣を離れるまではご無事でしたが。そんな、それやと無事かどうかわからへん。敵の特徴は刃を交えたのならいずこのものか、おおよその見当はついたのではないか？それが文字通りの正体不明。果たしてあれが人なのかも定かではなく。人にあらざる存在、まさか。衣服のようなものを着ている者もおりましたが、その大半が人のようで人から逸脱した異形のものばかり。知性などは感じられず、無秩序で統制が取れているようには見えません。ともかく我らの隊に敵対するというより、人を見れば無分別に襲いかかってくるありさまです。知性などなく無分別にか。陣を張り応戦するも、救援のための備えが中心で長くは持ちませる。このままではその者たちが周辺の町へと流れることにもなりましょう。オシトル様、一刻も早く援軍を。人なのかも定かじゃないとはな。まさかとは思うが。ええ、そういう手合いを使う方がおりましたね。やはりオシスの手の者なのか。しかし九十里隊が支えきれぬとは、あまりにも規模が大きすぎる。一体何が？直ちに出発するぞ。正常。何が起こっているかなどこの目で確かめればよい。そこで失われる命を感化せよというか。御心のままに。皆の者、直ちに荷を軽くせよ。九十里隊の救援に向かう。この危ない場所は、バトルとは何なのか。しかし、なんだ、何か今までと違う感じだ。皆、兵隊が知れぬゆえ、警戒を厳とせよ。不吉、この感じ。とても危険です。彼女様、注意を怠らないでください。話はよくわからないけど、前より楽しめそうやい。それ決めます。
回せ。荷車で陣を囲むのよ。ダメです。数が多く押し切られます。不十里の男が弱音を吐くな。もうすぐオシトル様が来てくださいます。それにあの方たちも必ず戻ってくると。それまで何としても持ちこたえなさい。シズ殿。オシトル様、待たせてすまぬ。今そちらへ行く。これは夢、それとも幻。いいえ、これは現実。つまり愛の力で。オシトル様たちが来てくれたぞ。待ちわびたぞ、オシトル殿。よし、皆の者、力を振り絞れ。連中を押し返す。じゃこいつらは。まさに異形の化け物だな。しかし以前オシスが仕向けた化け物とも違う。いや、この感じどこか。たたり、邪魔ですよ。その声、まさか。こうして待っていればあなたが来ると思っていました。まったく単純この上ないですね。さすがは低能な生き物です。お前たち生きていたのか。どういうことだ。逃げた一人を除けば全て九十里城の地下で死んだはず。おやや、なんかお墓に埋めたはずの顔がある。え、どういうことなのでしょうか。またしてもオシスの現実まがいの技に騙されたというのか。ですが彼らの遺体はちゃんとこの目で確認しました。混乱していますね。確かにあなた方の言う通り、我らはあの時命を失いました。ですが我らは崇高な使命によりこうして再び形を得たのです。そうです、我らはあの方のお役に立ちたいと強く望んだ。だからこうしてまた戦うことができるのです。それってどういう。やはりオシスは生きている。どうでもいいんじゃない。同じ顔がいくつあろうが考えてることも同じなら。確かに考えていることは前と大して変わりそうにないな。さて我らがそちらへ出向くことも考えましたが行き違えては面倒ですから、このような思考を凝らしてみたのですがいかがですか。喜んでいただけましたか。だんだん喋り方まで主そっくりになってきたじゃない。それは光栄です。褒めてねえぜ。つまりそれがしを呼び寄せるために罪なき者たちに犠牲を強いたというわけか。犠牲、まさか。彼らをこのような姿にしたのはお前たちではないというのか。彼らに新しい姿を与えたのが我らかという問いには否、力を与えしは意図高きお方。もしすか。はい、しかしオシス様も彼らに犠牲を強いてなどおりません。何？ただ彼らの願いを叶えただけ。そう、オシス様はついに超越者になられた。その慈愛をもって
人々を咎や苦しみから救ったのです。そして彼らは呪いとして生まれ変わり、苦しみのない世界で永遠に生きていける。呪い？バカな、あのようなデク人形のどこに救いがある？あれはタタリと対になる呪われし者。タタリと対に？しかし彼らが望んだ結果なのですから、彼らにとってはこれで良いのでしょう。好き勝手なことを。正直あなたももはやウォシス様の目に映す価値なきもの、石ころにも等しい存在です。しかし石ころにつまずくこともあります。ウォシス様が築かれる新しい世界のために、目障りなので消えていただきます。今こそウォシス様より賜りし真の力をお見せしましょう。参ります。ここは私が。全てはウォシス様のために。諦め。さあ始めましょうか。あなた方も同じようにして差し上げます。そろそろ決着をつけましょうか。すんなりとは行かせてくれなさそうだ。いや、オシスは生きているのか。さっきのことばかり言いよって成敗してくれる。どうですか。まったく単純な生き物です。どうしてオシス様の言葉がわからないのか。どうも言っていることが理解できないみたいです。あなたにウォシス様の目に映る価値なんてこれ以上ウォシス様の邪魔はさせません。彼ら自身幸せだと言ってるのに聞こえないのか。今直す。生まれ変わった我らの力ご覧に入れましょう。ウォシス様、新しい世界のために。行きますよ。行きます。
しのげるものならしのいでください。滅びた少しはできるようです。攻撃します。終わりにします。攻撃します。終わりにします。耐えられますか？この程度で。死んでください。めくりました。ボラボーそこで切り裂きますよ。死んでください。これで手当てをしよう。死んでください。切り裂きますよ。温泉行きましょう。死んでください。砕けよ。しのげるものならしのいでください。邪魔者は消し去るのみ。何？